はい、今から辛麺屋さん行くよ。はい、今回は辛麺屋さんに行ってきます。辛いの好きやね。好きよ好きよ好きよ好き。力強い言葉。好きよ好きよ。ね、激辛大好きやけんから、ちょっとね、今日は辛麺屋さん、この前ね、イオンで見つけたけんから、ちょっとそこに今から行っていきたいと思います。出発すると、腹減ったね。まあ11時15分だけ、まあ昼前には行けるかな。よし、行こう行こう。どれにする？向こうのランだけ。あ、トッピングとかだね。はい、単品。あ、まあおつまみ系なのかな。うん、ご飯。ご飯も合いそうね。あ、ご飯いいね。な、辛麺まず選ぼうか。レギュラーサイズ、レギュラーサイズ。レギュラーか。レディースとレギュラーがあるのかな。ああ、じゃあ俺はレギュラーだね。あ、なんかいろいろある。あ、カレー、あ、麺だ。あ、なるほどね。さあ、何からいく？うん、分かる分かる。うん、パパはね、ちょっと辛いの今日挑戦してみようかな。4、あ、4、何辛まであるんや。5辛まであるんや。5辛まであるみたいね。パパが言われたら私5にしてせんといかんくなるよ。なら、なら3にしようか。4にしよう。4にする。あ、なら、よし、よ。ああ、おー、あるやん。縮れ麺、ストレート、ストレートがいいかな。ストレートにしよう。大麺のストレート。はい。うわ。ストレート？迷うね。うん、嬉しいやん。はい、次。これが4からで、ここから。変わりなくない？そんなに変わらなくない？ねえ、
れでも全然余裕だよ。辛くない、うん、変なとこ入ったになったね。満腹じゃ。満腹じゃ。あ、そうでもなかったね、辛さ。そうそう。うん、全然いけた。ね。10辛ぐらいでもいけた。いけるね。あ、うん、俺無理かな。ここからが最高だったもん。うん、ここから最高やった。ね。よし、なら帰りましょうか。帰りましょう。サブウェイも買ったし。うん。子供の分と私たちの分だね。なら行きましょう。腹いっぱいじゃ。